熱血感な私など想像できるか。君だって似たようなものだろう。情熱のある君など想像もつかない。私もちょっと想像してしまったじゃないか。熱血感な私と同じくらいにうさんくさい。生き生きか。一緒にいると疲れそうだな。そんな君は想像したくもないね。きっと気が合わない。君が情熱家でなくてよかったよ。そうか、青春を謳歌しているようで何より。だが私といる時はやめてくれよ。熱く夢を語られたりしたらめんどくさい。夜でも眠くなる。そういうところが好きなんだろ。私も君のそういうところが好きだよ。ああ、君か。来てくれて嬉しいよ。もう少しゆっくりしてくれていたら私も相手できるんだがね。またいつでもおいて。おや、いらっしゃいお嬢さん。お茶の相手でもしてくれないか。今は部下たちも仕事で外出しているからな。オレンジ色の物体に侵食されなくて済むだろう。ナナ、あんたが俺に頻繁に会いに来てくれる理由分かったぜ。当ててやろうか。多分当たりだと思うんだよな。多分、いや絶対だ。
早く言ってくれればよかったのに。俺も同じ気持ちだったんだぜ。違うのか？絶対そうだと思ったのに。嫌いだったんだな。嫌いじゃないのか？嫌いじゃないなら試してみてくれよ。試してダメだったら諦める。でもお試しで好きになる可能性だってあるだろ。試してみてくれよ。こんなところじゃなんだ。屋敷に来いよ。ケーキだ。人参ジュース。こっちが人参のコンポートで、人参のアイスもあるんだぜ。すごくね？すごいだろ。うぬぼれてたかも。あんたがしょっちゅう俺に会いに来てくれるから、どうしかと思ってたんだ。人参菓子好きなのかと思っててさ。嫌いじゃないんだろ？
べてみてくれよ。嫌いじゃないのなら、ものは試しだ。好きになるって絶対。あんた来てたのか。今ちょうど仕事帰りでさ、結構ハードな仕事だったんだ。こんな時は風呂に入りながら酒でも飲んで、とっとと寝ちまうに限る。そろそろお腹が空いたよ。だね、ご飯食べようか。お姉さんも一緒に食べない？お姉さんと食べるご飯は美味しそうだ。一緒に食べたい。ここのご飯は結構美味しいよ。食べ放題にしてくれればいいのにね。ねえ、ただで食べ放題、素敵だ。とりあえず行こう。お姉さん、おすすめを教えてあげるよ。何を？そこまでは言っていないよ。よかったじゃないか。いいことなのになぜ怒るんだ？
不気味って、ひねくれた見方をするね。そこは素直に喜んでおいたらいいのに。君みたいな子の方がこの世界では好かれるんだよ。誰にでも好かれるような無難な子じゃ好かれないから生き残れない。そうなんだよ。君は賢い子だ。そろそろ気づくと思っていた。君が気に入られるのは、この世界で生き残るための必須条件なんだよ。そういった願望がなかろうと、気に入られなければ、とっくの昔に死んでいる。過剰な妄想でも何でもないさ。好かれることに安堵しないといけない。この世界に気に入られたから、この世界で生きていられる。この世界の人間はバラバラでいても、すべてがどこかしら連動しているんだ。白ウサギに好かれている君は、他の人間にも気に入られる。まったく、君は賢いよ。そんなに心配はしていなかったよ。白ウサギに好かれるということは、他の役持ちにもある程度は好かれることは確定していた。奴らはみんな連動しているからね。
だが君は気に入られている。この世界は君を好いていて受け入れているんだ。嬉しいだろ。そんなに焦るものじゃない。君は非力な女の子。気に入られることはここで生きるための必須条件だ。だけどそれ以上のことは君次第でもあると思うよ。元の世界よりもいい居場所を見つけられるかもしれない。おや、こんばんは。夜の探検か。夜遊びはほどほどにしておきなさい。皆が心配するからな。よっ、また来たな。あんたはブラッドの知り合いだからな。この屋敷でもくつろいでくれて構わねえぜ。ここにはありとあらゆる茶葉が揃っている。滞在先の味気ない紅茶に飽きたならいつでもおいで。とっておきをご馳走してあげよう。ここにはありとあらゆる茶葉が揃っている。滞在先の味気ない紅茶に飽きたならいつでもおいで。とっておきをご。ほら、綺麗なオレンジ色だろう。やっぱ疲れた時には人参茶だよな。歩いてきたんなら喉渇いてるよな。遠慮すんなって。喉が渇いてなくても健康にもいいんだし飲んでけよ。お姉さん、また来てくれたんだね。僕嬉しいよ。僕も。何？どうしたの、お姉さん。お姉さんならタダで貸してあげてもいいよ。
そう、よく切れるんだよ。切れ味抜群。刃物にはお金をかけなきゃね。お姉さんに会えたからだよ。嬉しくて我を忘れちゃうことってあるんだね。ああ、これ？お姉さん、こういうの気にする人だったんだ。